日本の農業百科事典のイラスト前は、稲の果実であるもみから外皮を取り去った粒状の穀物である。穀物の一種として、米国とも呼ぶ。日本では主食の一つであり、日本語では、東、米、飯といった植物としての全体とみ、収穫前と収穫後さらに調理前と後などにより、使い分けられる多様な語彙がある。日本を含む東アジアよび東南アジア、 南アジア以外では、一般的に主食として特別視することが希薄であり、こうした区別がない言語が多数ある。例えば英語圏では全て、ライスという同一の単語で扱われる。単粒種の玄米成熟期の稲国際等、研究所による米の種子の収集稲化植物には、稲の他にも、小麦、大麦、トウモロコシなど、人間にとって重要な食用作物が含まれる。 稲はトウモロコシ、小麦とともに世界三大穀物と呼ばれている。稲カエネ属の植物には22種が知られている。このうち野生稲が20種で栽培稲は2種のみである。栽培稲は大きくアジアイネとアフリカイネに分けられる。また、両者の主観雑種から育成されたネリカがある。稲は競技にはアジアイネを指す。アジアイネには ジャポニカ種とインディカ種の二つの系統があり、これらの両者の交雑によって生じた中間的な品種群が数多く存在する。アジアイネの米はジャポニカ種、インディカ種、そしてその中間のジャバニカ種に分類されている。それぞれの米には次のような特徴がある。なお、日本型とインド型に分類した上で、このうちの日本系を 温帯日本型と熱帯日本型として分類する場合もある。日本においては農産物規格規定に品位の規格と産地品種名柄として都道府県ごとにいくつかの稲の品種があらかじめ定められている。玄米は米国検査で品位の規格に合格するとその品種と産地と3年の証明を受ける。輸入品は輸出国による証明を受ける。 日本国内での米の銘柄の放送への表示は、玄米及び、精米品質表示基準に定められている。証明を受けていない、原料玄米については、未検査米などと表示し、品種を表示できない。情報公開より、偽装防止を優先しているとも言える。主食である日本では、米の生産、販売に関する規制が緩和され、各地域が、 食味や栽培しやすさを改善した品種の開発と販売に力を入れるブランド米競争が激しくなっている。日本の米品種は800を超える。インドネシアの米屋に並ぶ多種多様の米米は各種の観点から以下のように分類される。なお、日本では農産物検査法による工事の農産物企画規定や JAS 法に基づいた国事の玄米及び 精米品質表示基準に一定の定めがある。水田で栽培する稲を水筒、体、日照り性や大病性が強く、二十歳で栽培する稲をオカボという。水筒とおカボは性質に違いがあるが、同じ種の連続的な変異と考えられている。一般的に補助の整備については、水筒の方がコストがかかる一方で、面積あたりの収量が多く、 連作障害がほとんどないなどのメリットと、全国的に水田整備が行き渡ったことから、現在、日本の稲作では、ほとんどが水筒である。水筒の収穫量は798万6000トンで、おかぼの収穫量は2700トンおよそ水筒は、おかぼの2957倍となっている。また、栽培面積においても水筒が99.9%以上を占めている。 日本では水筒とおかぼの区分は農産物規格規定においても規定されている。日本では水筒とおかぼは明確に区別されているが他の国では明確には区別されていない。澱粉の性質により、うるせいのものをうるしあるいはうるちまい、もちせいのものをもちしゅあるいはもち米という。日本では玄米よび精米品質表示基準でうるちと 餅に分けられている。アジアイネでは、ジャポーニカ種だけでなくインディカ種にも餅米が存在するが、アフリカイネについては、餅製のものは知られていない。日本では、餅以外の、ご飯ではアミロースが少なく、粘りや甘みがある米の品種が好まれてきた。現代では、パラパラした食感に炊き上がる、高アミロース米が開発されている。チャーハンやパエリアに向くほか、 一般的にアミロース含有率が高いほど食後の血糖値上昇が緩やかになることなどが理由である。なお、持ちうる性のある植物としては稲のほか、トウモロコシ、大麦、アワ、キビ、モロコシ、アマランサスなどがある。米は軟質米と硬質米に分けられる。軟質米は食味の点で優れるが貯蔵性の点では劣る。醸造用の酒造米は 飯用米と区分される。農産物企画規定には、うるちと餅に加えて醸造用が定められている。酒造が酒税法で規制されているため、個人用には売られていない。米は、新米と小米と区分される。新米と小米を参照。黒米、赤米、緑米などを総称して、夕食米という、野生種に近い米である。 古代から栽培していた品種あるいは古代の野生種の形質を残した品種の総称として古代米と呼ばれることもある。日本国外における事例としてはヒマラヤの小国ブータンでは赤米の一種たるブータン赤米が主食として広く食されている。また米ではなく早くき、ほが緑以外の色に染まる犬を刺して夕食米という場合もあるが、 必ずしも玄米が着色するわけではないため、厳密に言えば誤解を招く表現である。そのような稲の活用事例として有名なものに青森県田舎建村が1993年より村おこしで行っている色の異なる稲を植え分けて絵を描く田んぼアートが好評を博したことがある。また、それらの品種をさらに改良した干渉用刀の開発が 青森県や秋田県で行われている強い香りを持つ品種を香り米という東南アジア、南アジア、西アジアなど地域によっては香りの少ない品種よりも好まれるインドのバスマティなどが有名日本でも北海道、宮城県、高知県、鳥取県、宮崎県など各地で独自に香り米を作っていて生産は増加傾向にある 年間生産量は6億5000万トンを超える。米は小麦、トウモロコシと共に世界の三大穀物と言われる。1980年代の生産量は4億5000万トン前後であったため大幅に増産されていることが理解される。生産量は増加基調だが在庫量は需要の伸びを背景に2000年をピークに減少している。 在庫率は2006年には20%を割り込んだ。世界の米の生産量前の9割近くはアジア圏で生産され消費される。最大の生産国は中国でインド、インドネシアが続く。日本における生産状況日本の農業において、米は最重要の農産物であり、農産物全体に占める生産額の割合は、 単一の作目としては最大であり続けている。しかしながら、近年一貫してその比率を落とし、1960年代は50%前後だったものが、2018年には18.6%に縮小している。生産額は、1984年の3兆9300億円をピークとして、2014年には1兆4343億円。 程度まで減少し、米、野菜、畜産物、果物の分類においては、2000年前後には、畜産物に、2005年前後には野菜に抜かれ、日本の産業としての農業における地位は年々、低下している。太平洋戦争後、米は、日本の農業政策の根幹であったため、昭和40年代初頭に、米の自給が実現できるようになって、以降は原則として輸入がなされなかった。 が、ウルグアイラウンドにおいて、関税化を延期する代償として、米においては、他品目よりも厳しい輸入枠を受け入れ、1993年以降、年間77万トンの輸入を行っている。なお、年間3万トン程度の輸出も行っている。米の貿易量は、増加傾向で推移している。最大の輸出国はタイで、アメリカ合衆国、インド、パキスタンが続く。 上位4カ国で世界の輸出総量の7割を占める。一方、輸入国はフィリピン、ナイジェリア、イラン、イラク、サウジアラビア、マレーシアなどで各国100万から200万トンを輸入している。米は他の穀物に比べ生産量に対して貿易量は少ない。これは米は基礎食料として国内で消費される傾向が強いため、 生産量に占める貿易量の割合が低くなっているためである。そのため、小麦やトウモロコシと異なり、国際的な商品先物取引の対象商品となっていない。国際取引指標は、大国貿易取引委員会の蒸留酒輸出価格。なお、日本国内では、2011年8月8日より、東京穀物商品取引所と関西商品取引所で、 米先物として、商品先物取引の試験上場が開始。2013年2月12日、名称を、関西商品取引所から改名した、大阪道島商品取引所が、東京穀物商品取引所閉書に伴い、同所から米先物取引を引き継いだ。なお、現物決済の標準品は、東京米については、茨城県産、栃木県産及び、 千葉県産コシヒカリ、大阪米は石川県産及び福井県産のコシヒカリとなっている。米の生産には病害虫の防除や稲の成長のため殺菌剤、殺虫剤、除草剤など各種の農薬が使用される。農薬については玄米中への残留農薬の基準がある。稲は原産地である中国の中南部から北部、南アジアに そして、日本へと伝わった。麦などの他の穀物に比べて、栄養価が高く、ほぼ完全食であり、大量に収穫できることから、アジアの人口増大を支える原動力となった。葛飾北斎、富岳36系に描かれる米の中外人。葛飾北斎、富岳36系に描かれる水車の流れ水で米を、研ぐ農夫稲作は日本においては、 縄文時代中期から行われ始めた。これは、プラントオパールや、炭化したもみや米縄文土器に残る痕跡などからわかる。大々的に、水稲栽培が行われ始めたのは、縄文時代晩期から、弥生時代早期にかけてで、各地に、水田の遺構が存在する。弥生期では一粒あたりから生産できる量は400粒ほどだったが、品種改良や、 水田開発が進んだ現在では一粒あたり二千粒まで生産量が上がっている。米は食料として重要である一方で比較的長期に保存ができるという特徴からマダガスカルのメリナ人やタイにおけるサクリナー性など米食文化においては経済的に特殊な意味を持ち、これは日本でも同様であった。長らく租税としてまた国高税に代表されるように ある地域の領主や、あるいは単に家の勢力を示す指標としても使われた。貨幣経済が発達すると、それとの調和を図るべく、札差事業が発達、米切手の発生や道島米会所に代表される、近代的商品取引システムの生成が見られ、江戸時代には、政治経済の中心に米が置かれていた。そのため日本人の米に対する思い入れは強く、米は、 最も重要な食べ物とされ、主食とされてきた。天皇が新米を含む五穀を神に捧げて、収穫に感謝する新イ祭りのように、神道など、信仰や民族、文化とも深い関わりを持つ。しかし、階級や貧富、地域などによって大きな違いがあり、戦後の高度経済成長以前は、雑穀や芋などを実際の主食にしていた人たちも多く、 関東地方の畑作地帯などでは、麦が7割から8割の飯を常食としていた。現在は住宅地になっている東京の杉並区では、大正時代から少しずつ野菜の栽培が増加し、都市近郊の野菜栽培農家に転換したが、それ以前は冷えなどの穀物を栽培し、日常食は冷えと麦で、米は少し入れるだけだった。その一方、 明治の初め秋田県御礼島義勇の政府への報告書の中に県民は山間僻地でも白米を食しているとあり、反省時代から白米の飯を食べている地域もあった。秋田は日本有数の国草地帯であり、雑穀の生産が少ないこともあって、農民に雑穀を食べるよう強要した他の地域とは違い、異性者の締め付けがさほどではなかったことにもよる。 隣の宮城県も仙台藩時代から米の生産が盛んで、正月以外にも餅を食べる習慣があり餅料理が発達した。一方、第二次世界大戦前には石平製薄が米国飼料の卸や製薄で多額の利益を得ているなど、麦の需要が多かった地域でもある。これは仙台藩が米を江戸への輸出用として扱い、庶民は嗜好品として捉えていた名残とされる。 なお戦後も麦の需要減少は緩やかであったため、赤平静脈は余力を残したまま、不動産業への転換に成功している。越後長岡藩の武士によるとされる文化二年観光のつぼつぶ新黒区は、農民の極めて厳しい食生活を描いている。これに対し、同じ越後長岡藩の庄屋大平家が天保六年に表した農家年中行事期は、しばしば行事が催され、 食物や酒が振る舞われ、小作人を含めて自由に食を楽しんでいた様子が、うかがえ、一生者による記述とは異なり農民側からの記述には、悲惨さが感じられない。このように、最近、各地域に残された家文書の研究が進み、厳しい政権のもとに雑穀を中心とした、食生活を強いられた貧しい農民像が、必ずしも実態を示すものではないことがわかってきた。 戦後の学校教育などにより、金世の百姓は米を作りながら米を食べられなかったという哀れむべき農民像が半ば常識となっていることについては、これは異性者側が望んだ農民像であり、実際の農民側の記録を分析したところ金世の農民は、1日に4合程度の米を麦飯あるいは雑穀などと、縦飯や雑炊にした食事を日常的にとっていたという。 必要な栄養を摂取することによりそれなりの食料生産ができるわけで、それが、勝手飯や増水であったにしろ食べずに米を作っていたはずはないのである。戦前は米も通常の物資と同じく市場経済に基づき取引されており、相場商品、陶器の対象として流通に不安をきたすこともあり、しばしば社会問題となった。太平洋戦争開戦に向けての戦時体制整備の 一貫として、1939年4月に、米国配給等政法が制定され、米の流通が政府により管理されるようになった。なお、同年9月には、戦時の物資不足に鑑み港は防行日が設定され、日の丸弁当が奨励されたものの白米は禁止されず、この時点ではまだ米不足はひどくはなかった。だが12月には、 厳しさを増し米国統制等を制限令が出され、7分月以上の白米を流通に付すことは禁止。1940年の正月はお餅ちすら白米は許されなかった。米不足は深刻となり、この年から中国や東南アジアからの輸入米を国産米に混ぜて販売することが義務付けられた。1940年6月1日以降は、 米を筆頭に生活必需品、需品目について配給切符制が導入。さらに、日米開戦の2ヶ月後の1942年2月には、食料管理法が制定され、食料管理制度が、確立、米の流通は、完全に政府が掌握するようになった。米だけでなく、魚介類や野菜、果物も配給制になり、国民の栄養状態は極度に悪化していった。 こうした食糧難に対して、江戸時代の建物の研究に帰って、食用野草や昆虫食など、非常食の工夫が盛んに試みられた。一方、米食の習慣がなかった地域や家庭では、配給制になったことで米を食べる機会を得て、そのことが戦後の食生活の変革の一因となったとする指摘もある。1945年に第二次世界大戦は終結。 戦後の食糧難は深刻を極めたが、米は引き続き食糧管理法による政府の固定価格での買い上げだったため、闇米が多行、闇米を拒否した東京地裁の判事、山口義忠ががしするという事件も起きている。米の生産拡大のための基盤整備事業が国内各地で行われ、肥料の投入や農業機械の導入などによる生産技術の向上から、 生産量が増加したものの、少なくとも昭和30年代までは大半の日本人が米飯を常食とすることはできなかった。そのような中でガリオ・エロアの資金援助でメリケンコが大量に輸入され、アメリカの小麦戦略により学校給食はメリケンコを使ったパンが供され、1952年には栄養改善法が施行され、慶応義塾大学医学部教授の林隆の 表した頭脳が評判となり、米を食うと馬鹿になるという説があるふされ、頭脳パンなるものが出現するなどし、日本人の食事の欧風化が進行した。米食悲願民族と言われる日本人にとって米を実際の主食とすることは有史以来の祝願であったが、昭和40年代初頭にはようやく米の時給が実現でき、名実ともに主食となった。しかし、 その時すでに戦勝国として日本を占領したアメリカ合衆国の小麦戦略は見事に成功を収め、学校のパン給食や厚生省が始めた栄養改善運動も手伝って日本人の食事の欧風化が進行し、米離れに拍車がかかっていた。このため全国で米余り現象が起き、食料管理放化における 米政策は見直しを余儀なくされるようになり、1970年以降は、減炭政策といわれる生産調整政策が取られた。その結果、水筒の作付け面積は1969年の317万ヘクタールをピークに、1975年には272万ヘクタール、1985年には232万ヘクタールに減少。 生産量も1967年の1426万トンをピークに1975年には1309万トン、1985年には1161万トンに減少した。生産は減少したものの、米離れに歯止めがかからず、政府備蓄米などに小米、枚、9米の不良在庫が多く発生。米の消費拡大のために、それまで主食は、 パンだけであった、学校給食に米飯や米の加工品が取り入れられるようになったり、小米をアフリカなどの政府援助に使用したり、その他家畜の飼料にしたりして処分するなど、在庫調整に不信するようになった。そのような状況のもと、流通面においては、塩米の拡大から自主流通米の承認などにより、食料管理制度の逸脱を認めるようになった。しかしながら、 根本的解決には至らなかったため、食感赤字は収束せず、生産者米価よりも消費者米価が安い薬剤屋だったため、歳入が不足し、赤字が拡大。1980年代には、国鉄、健康保険とともに、日本政府の巨額赤字を構成する、産経赤字と呼ばれるようになり、行政改革における重要なテーマとなった。供給においても、 1983年の不作時には政府が放出しようとした1978年度産の長刻前に規定以上の収穫が検出され安全性に問題があるとされたため翌1984年に韓国から米15万トンの緊急輸入が行われたり1993年の全国的な米の不作による平成の米騒動においては タイなどから米の緊急輸入が行われるなどした。なお、米の消費量は、ピークの1962年には、日本人一人当たり年間1 1 8 3ラム消費していたものが、その後一本上市で減少。1990年代後半には、一頃の半分の6 0ラム台に落ち込んだ。家計支出に占める米類の支払いの割合は、 10%強だったものが1.1から1.3%と一重になり、米の地位低下が甚だしい。一方で1993年、ウルグアイラウンド農業合意により、米の義務的な輸入を課せられるようになり、食料管理制度は本格的な見直しを迫られた。1995年、主要食料の受給及び価格の安定に関する法律いわゆる食料法が施行され、 これに伴い食料管理法は廃止となり、政府の管理が緩められた。水筒の作付け面積と生産量に関しては、その後も減少し、1995年には、作付け面積211万ヘクタール、生産量1072万トンに、2000年以降は、作付け面積170万ヘクタール、生産量900万トン程度となり、作付け面積は半減。 生産量は60%程度を推移している。また、食料法は2004年に大幅に改正され、さらに政府の関与度を減らしている。アジア米の原産地は、インドアッサム地方から中国グモミガミ省というものが有力な説であり、1万5000年前には、超高中流域で稲作の形跡が見られるなど世界最古の稲作の歴史を有する。 確実に稲作が行われていたとみなされる痕跡は、紀元前7500年頃引く、紀元前6100年頃の新石器時代、宝刀山文化に属する宝刀山遺跡や八重遺跡において発見されている。日本の稲作もこの地域から伝わったものと考えられている。伝統的な農業地理の理解では、新霊、ワイガセン遺南が稲作地域とされており、 水源と土地に恵まれた長江中華流域において盛んであり、ここで生産された米は大運河などを通じて河北地域まで運ばれ食を担った。もともとはジャポニカ種であったが、南宋の時代にインドシナ半島からインディカ種の一種である戦場島が流入すると考えに強くワセ種で2匹作が可能であるという理由から一気に普及しこの地域での主要な稲の種となった。 この時代、祖熟すれば天下たる、公節熟すれば天下たると言われ、下って、民信大には、稲作の中心が、長江中流域である、現在の湖南省、湖北省に移り、ここを熟すれば天下たると言われ、国の国葬として認識されたことが伺える。一方で、信和江河川以北は、稲作不適地域と認識されていたが、1900年頃、 以降の日本の進出に伴い旧満州地域である中国東北部に関連に強いジャポニカ種を定着させ、その後の農業技術の発展から、この地域においても稲作が大々的に展開されている。2000年代後半時点で世界最大の米生産、消費国である。生産は約7割がインディカ種約3割がジャポニカ種となっている。 インディカ種に比べジャポニカ種は手間がかかり効果であるが、経済発展による所得向上からジャポニカ種の消費増加傾向のほか、地方都市間の人口移動による新たな消費層の発生などを背景に、中国の米消費量は増加傾向にある。一方で、1990年代後半に豊作だったことから、作付け面積が減少。 中国政府は2004年に援助政策に乗り出している。中国政府は寒冷地への稲作拡大だけでなく、収量を増やすための栽培技術や、品種改良にも力を入れている。中国工程院の遠流平らのチームが開発した、ハイブリッド米、少量有9 0 0は2017年、河北省の試験補助で1ヘクタールあたり17.2トンと、米としては、 世界最高の収量を記録した。これは日本の平均の3倍近い。翌2018年には18トン超と記録を更新した。一方で2004年に韓国へ輸出された中国製虫米、揚げ菓子などからホルムアルデヒドスルホキシル酸ナトリウムが検出され、韓国政府が輸入を停止するなど安全性の問題も発生している。釜で炊いた米米は 世界中で食用されている。利用例は以下の通り。稲科の植物の個々の種子をそのまま食用とはせずに生成を行って食用とするのが基本である。米においても生成のプロセスを経て食用とし、それらは一般に以下のようになっている。栄荷は一粒が小さく、それら一つ一つに調整を行う必要があるため、効率よく調整するための技術開発は、 太古から行われてきた。パワーボイルインドパキスタンでは、香り米以外の米は収穫直後に水につけ、煮る、もしくは蒸して、再び乾燥させた後に脱穀する。脱穀から、稲穂からもみを外す。先進国の機械化農業では、コンバインにより、稲刈りと同時に行われるのが主流。古いから脱穀したもみ、もみ殻、稲わらなどからもみを選別するために古いにかける。 乾燥から収穫されたばかりのもみは水分が多いので保存性のために乾燥する。銘柄などが表示できる。小米米は水分率の上限が定められている。質量取引なので過乾燥は金銭的に損になる。もみすりからもみ殻を剥いて玄米とする。風船からもみからもみ殻やシ名ナを取り除く。選別玄米をふるいにかけ。 標準以下の大きさの玄米を除く。貯蔵から保存性から玄米かもみで貯蔵される。日本ではもみで貯蔵する地域と玄米で貯蔵する地域がある。生白玄米のぬか層と肺がを削り取り、白米とする。この作業をすることを生米あるいは透製区とも言う。包装に生米年月日が記される。詳細は夏季生成を参照。 生鮮から生白後の米から、さらに選別を行う。生鮮稲荷の果実である、栄荷は、厚い外皮に覆われており、脱穀によりまずこのもみ殻を除去する。除去した米の場合は、玄米と呼ばれ、排乳、肺が、火器からなっている。麦に比べて吸水性が良いため、麦のように粉状にせずに、粒米のまま食用にするが、 さらに排乳の澱粉質を加熱により固化することで栄養価は高くなる。しかし、火肥によって加熱が不良になりやすいため火肥も除去する必要がある。玄米の表面を覆うぬか草を取り去ることを清白と言う。ぬか草も肺がも取り去った米を白米と言い、ぬかを除去したものを精米や白米と言う。この時ぬかと同時に肺がも除かれてしまうため、 栄養バランスは逆に悪くなる。古くは丈夫な薄に玄米を入れ、上から木麗で叩くようにして、ぬかを取り除いていた。日本では、この作業を、つく、薄づく、白米にすることを、ぐ、とぐと言い、得られた精米を、薄づき米と言った。古代日本では、朝廷や豪族が部民として、薄づき米部を言っていた。得られた、精米の後の薄には、 ぬかと共に流食に適さないさらに小さい米や割れた米、粉が残ったが、これらも水や他の食材と合わせて調理することで食用とした。日本ではいわゆる月餅とは異なる餅として独自の発展を遂げている。加工による分類左から白米、灰が米、玄米製白などの加工による分類。玄米及び精米品質表示基準では玄米、 精米、肺が精米に分けられている。米は主に水分を加えて加熱調理する。東アジアでは一般に水だけで調理するが、地中海地方など米が常食ではない地域では、肉や魚のストックやバター、スパイスなど、水以外の何かを加えることが多い。米1合に対して、水1合で米を炊いたものを飯という。広く主食用とされ飯にされるのは、 ウルチ米の白米であり、玄米や灰が米の飯を主食とすることはあまり多くない。調理するときにぬかを研ぎ落とすことを千米という。単粒種の白米は日本などではぬかを洗い流した後、調理する。ウルチ米は炊いて、飯とし、もち米は蒸して、怖いとしたり、餅として供される。中国などでは、ウルチ米を蒸す場合もある。インドでは多量の水で米を煮て、 おおむね火が通ったところで余分な水を捨てて虫煮にする。米を炊くことを炊飯あるいは水産という。虫飯をお経あるいは怖いとも呼ぶ。これは蒸した飯が炊いた飯よりも怖いことに由来する。蝶流臭の売るち米は煮ることが多い。古くから飯を乾燥させたものを欲しいあるいは欲しいと言い,い携帯保存食として用いた。 現在では、この欲しいと同じものをアルファ加盟させたべといい、同じく携帯保存食や非常食などとして用いる。飯として炊く時よりも多めの水を加えて米を煮た料理を粥という。この時に加える水の量により全帖、7分帖、5分帖、3分帖などと呼ばれる。また、粥か,から固形の米粒を除いた海苔状の水を重湯と呼び、 病人食や乳児の離乳食に用いられる。栄養分を削ぎ落とさないように、肺が部分を残した肺が米や分付き米、玄米をそのまま炊いて食べる場合もある。最近では発芽玄米も食べられている。肺が部分には勝手を予防するビタミン B1 が豊富に含まれる。もみ殻を取る前に水に長くつけ、蒸し上げてからもみすりをしたものを用いる地域もある。タイ マレーシア、シンガポールなどの国のほか、日本では和歌山県などでこの習慣があった。欲しいのように熱い湯や茶をかけて柔らかくすることができるほか、行って食べる場合もある。黒米や赤米は白米に混ぜて炊くことが多い。研いだ白米に対して3から10%程度を洗わないでそのまま入れて炊く。餅については餅の項目を参照。 調理用具米の調理には次のようなものが利用される。古式、釜、鍋、電気炊飯器、ガス炊飯器、せいろ。東南アジアを中心として粉食も一般的で、ライスヌードルとしても広く食用にされる。米をアルコール発酵させて、日本酒をはじめとする醸造酒が広く作られているほか、焼酎などの蒸留酒においても単独または、 他の原材料と混合したもろみとして、原料となっている。各国の料理デザート南米のアロスコンレチェアロスコン、レチェスリランカのキリバットシナモンと砂糖を添えた、ミルフィライス米を牛乳で煮込んだプディングは、東は南アジアから、西は西ヨーロッパまで、広く見られるデザートである。例えば、ドイツでは、ミルフィライスといい、英語圏では、ライスプディング、フランス語圏では、リオレ、 スペイン語圏では、アロスコンデチェ、または、アロスデクレマと呼ばれる。インドには、キール、トルコには、ストラッチと呼ばれるミルクライスプディングがある。トルコのムハレビは、米粉と牛乳のプディングである。ブランマンジェも米粉で作ることがある。東南アジアでは、米をマンゴー、ササゲ、緑豆、里芋、スイートコーンなどと煮込んだ上々のデザートがあり、ココナッツミルクをかけて食べる。 ベトナムには、バインコムという、もち米の青い未熟米と、緑豆餡から作る餅菓子がある。また、タイには、カオマオトードというバナナともち米の青い未熟米と、ココナッツを使った揚げ菓子があり、カオニャオマムアンという砂糖入りココナッツミルクで炊いた、デザートもある。日本には、もち米を蒸してついた餅菓子、白玉団子、ウイロウ、ボタ餅、アクマキ、キリセンショ、ユベしなどがある。 カルカンのようにうるち米を米粉にして用いるものもある。中国や朝鮮半島には、役職のようにもち米を蒸した菓子や芝麻玉や、シルトックなど上新子や、白玉粉から作る餅菓子がある。インドのモーダカは、米粉の生地で、ココナッツと黒砂糖のフィリングを包んだ菓子である。ロシアでは、一口大にカットした、キウイフルーツや、いちごやバナナを潰しご飯でロールし、電流や、 ココナッツパウダーや、ストロベリーソースでトッピングした巻き寿司風、デザート、スイートロールが人気を博しており、同国内の寿司業界にて普及が広まっている。空手格闘家、アンディフグは生前、日本滞在中に自ら考案した、ストロベリーヨーグルト練りかき混ぜ米飯を、とても気に入り、頻繁に作っては、喜んで食べていたというエピソードがある。主にジャガイモや、サツマイモ、 小麦粉などを原材料として米の形に成形したもの。第二次世界大戦中の食糧難の日本で大養食として開発された。これらの材料を加熱して潰して小さな粒状にして、それを角として表面にでんぷんをまぶして蒸す工程を数回繰り返し、米状の大きさになったら乾燥させて水分含有量を減らして保存可能にする。食べるときは普通に炊く。 製法や形状は粒状のパスタであるクスクスに類似している。戦後の食糧難の時代には政府も生産を奨励したが、その後食糧事情が好転したこともあり、また製造に非常に手間と時間がかかることと食味の違い、すなわち所詮は大洋食なため昭和29年をピークに急速に姿を消し、本物の米が余っている。現在の日本では作られていない。 現在食糧難の北朝鮮でも代用食としてトウモロコシやサツマイモやジャガイモから偽米が開発、製造されているとの話がある。こうした米不足による代用品とは異なり、ダイエットや炭水化物の摂取量を抑えるために野菜や白滝、おからなどを加工して米飯に近い食べ応えを得ようとする食品、料理が現代日本にある。日本文化においては、 単なる食料品に止まらず、古神道や神道における稲作信仰に起因する霊的価値を有する穀物である。自賃祭や上等式、農林水産の食業的神事、また日本各地の祭りで御神酒や塩などと並び穀物として奉納される。天皇が五国の収穫を祝う新滑祭りは宮中における最も重要な祭祀であり、 天皇即位後最初の新滑祭りである。大城祭は実質的な戦争の儀式と認識されている。米の字を分解すると88とも読めることから、腐敗して88皇帝を経て作られる。88の神が宿る。また、88人の働きを経て、初めて米は食卓に登るのであるから、食事の旅感謝反省しなくてはならないなど。 道徳教育のための様々な訓話が構成された。日本のみならず、東アジアにおいては稲を精霊の宿る神聖な作物とみなし、これに不敬な行為を行うと食物より、需要は得られず、また田畑に巻いても、協作を呼ぶと言い伝えられている。伏見成大社では、旗の長者が餅を敵にして、矢を置いたところ、餅が白い鳥となって、飛び散歩に止まったため、彼が鳥を、 稲の精霊と気づいて、そこに神社を建てこれを祀ったことが起源とされている。なお、遺説では精霊を祀った、旗の長者には不毛は訪れなかったが、ただ持ち置いただけの浮遊者は天罰を受け没落したとも、言われる。米が貴重だった昔、黒田喜寺周辺には、米洋城という習慣があった。重病人の枕元で生米を竹筒に入れて振った音を聞かせると治るという。 俗心である。沖縄県では、お中元、またはお聖母に、真空パックされたお米を親戚へ渡す風習がある。古くは、稲荷の植物の穀物について広く、米という単語が用いられていた。古来、稲が生産されていなかった河北では、長く、泡に対して用いられていた。中国語館の巨神が表した漢字の解説書、説問会寺において、米、 俗みのるなり、象のぎみのるの形と書かれ、米すなわち泡の実であると解説されている。現在の中国語では、田舎の植物にとどまらず、米粒のような形状をしたものも、米と呼ぶ例が多い。例えば、海米、エビ米は干したむきエビ、茶米はウーロン茶などの粒状の茶葉などを指す。米という漢字自体は、もみが四方に散った様子を描いた象形文字である。 しかし、この時形から、八十八と分解できると見立てて、米樹などの言葉に利用されている。また、日本では水筒を作る、際の手間の多さを、もみから育てて食べられるようにするまでに八十八の手間がかかると例えられている。また、ヤギと分解することも可能であることから、ヤギが米の衣装として用いられた。岩波古語辞典は、漆根の項で、米を表す日本語、 ウル、マレーゴブロス、アミゴフラッツベラッツ、古代ペルシア語ベレジー、古典ギリシャ語オーイザ、イタリア語リソ、英語ライスなどをすべてサンスクリットベレに遡るものとしている。なお、新聞やテレビのニュースにおいては、米国の略である、米との混同を避けるため、米とカタカナで表記するのが一般的になっている。神社やノリトでは、白米を和糖、玄米を アラトと呼ぶことがある。大相撲の因語で、岡カのこと。相撲部屋において、将来有望な力士を、米びつとも言う。米で始まるページの一覧タイトルに、米を含むページの一覧。ありがとうございます。